して参りましょう。では浄土へと送って差し上げましょう。お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと言っただろう。昔に話しかけるようなものだ。強力とこうも醜く果てはないものなのですが、あなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。この不識庵の剣士には正しい道へと導いて差し上げます。十分生きたでしょ。リング変化の術。よいしょ。貫くぞ。やばっ。まだまだ。と、やばっ。槍の攻撃をうまくさばくのだ。まだまだ。もう十分生きたでしょ。と、やばっ。やっ。やりますね。鋼さん、しびれなさい。一度地獄に落ちて、魂を浄化するのです。その道案内をしてあげましょう。お願いだから話を聞いてってば。わらわ、さすがにイラついてきたな。もう十分生きたでしょ。と、やっやっ。今はあいつの動きをよく見て。雷剣射出。たけみちゃん、くだ、やばっ。と、やっ。もう少しで倒せそうなのだ。それ貫く。みんなよろしくね。陰陽術を見せてやろう。では浄土へと送って差し上げましょう。お願いだから話を聞いてってば。人の欲とはこうも醜く果てのないものなのですが、あなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。この不識庵剣士には正しい道へと導いて差し上げます。槍の攻撃をうまくさばくのだ。鋼さん、しびれなさい。と、やっ。え、ミミちゃん、と、一度地獄に落ちて魂を浄化するのです。その道案内をしてあげましょう。お願いだから話を聞いてってば。わらわ、さすがにイラついてきたな。貫く。イオちゃん、まだまだ起きました。どこだ。とやばっ。鋼、イオちゃん、お耳と、やばっ。やります。やっ。生きたる。それバッカー。イオちゃん、人具変化の術。よいしょ。貫くと。あいつの動きをよく見て。 やりますね。鋼さん、やっ。まだまだ。貫く。イオちゃん、もう少しで倒せそうです。やりますね。鋼さん、もう十分に。それと、やっ。わかりましたね。お耳ちゃん、やりますね。この身が尽きるには早すぎます。